商品搬入口ってこと？運搬。この。さっきと同じとこやないか。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。さてことで、調子堂に行ってウォッチランクを上げてもらえばいいかな。ってことで、調子堂、調子堂。こっちではなくて、こっちこっち。ん？なんかここにある？お、あなたですか？ん？なんや、子供？おっちゃんの話でも聞いてっか？この奥にある屋敷、めっちゃ怖いね。妖怪でもいるんかな？いや、いるな、これは。しかも十分、妖怪退職できそうな感じやな。どんな子供？いや、人生長いこと生きてると、それくらい自然と分かってくるねん。さっと頭の中に入ってくるんやな。で、どうするん？倒していくん？そやな、バクロバーを3匹くらいやな。どうや？もう妖怪の名前も知っとるこの人、やば。もうじゃあ倒しましょうか。そうか、やってくれるんか。ほな、ええ感じにやってきてくれるか。めっちゃ怖いんやけど、発生。クエストメニューを確認しよう。この奥にバクロバーがおるって。え、この奥ってあれ？あの屋敷やんね。なるほど。じゃあこの中のバクロバーを倒してくればいいと。バクロバーとかおったっけ、この中。まあ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 、とりあえず倒しましょう。バクロバーや。ここ開けれるんやない？え、開けれんかったっけ。お、ほらほら、開けれる開けれる。バクロバーおるやん。よよ、コマジロー、コマジローが欲しい欲しい。こんなところでしれっと出てくるコマジロー。しかし多分真ん中の子じゃないと仲間にはならないんだろうな。ブレキューブレキュー。バクロバーおらんしもうすでにおらんし。イエーイ、勝利。ここにおったやつって多分仲間にしてないよね。ちょっと誰かもよくわからんけど。あれ、バクロバー。なるほど、ね、これ2匹でカウントされる、ちゃんと。コースか。よし、当然連泊小僧。あれ、もう多分あと1体しかおらんのかな。いけーい、全然ショック。あ、おった。バクロバーまだおった。お、君は結構耐えるのね。よし、ノガッパで。てあ、やっつけたっぽい。勝利。これで多分あれでね、2匹ってカウントされれば、されたかな。こういうのってチェックできるんかな。とクエストでお手伝い、めっちゃ怖いんやけど。あ、ほらほらほら、ちゃんとカウントされとる。ってことはオッケーっすね。よしよし。ねえ、あの印は何？こっち？あ、そ、Sか。Sか、絶対無理や。マップ上でも何ランクで開けるやつなんかちゃんと書いていてほしいわ。ん？なんや、子供。おっちゃんの話でも聞いてっか？ああ、この前の子供か。バクロバーを3匹を倒してきた？そうか、ご苦労さんやったな。おっちゃんの目に狂いはなかったやろ。ほな、また気が向いたらでいいから、おっちゃんとこ来てくれるか？お、繰り返すパターン、これ。なるほど。めっちゃ怖いんやけど、バッチリ解決。じゃあまあ、レベル上げに使う感じのクエストってことかね。あとはお金稼ぎ？お、ボーナスチャンス。ミミ。これは？いいんすか？当たりー！やったね。どれがどう当たりなんかがどうは、なんか判断しづらいやつもあるね。小経験値玉を手に入れた。よし。あ、一応すぐに旗のマークが復活するとかいうわけではないのか。なるほど。この、あった、あった。時計の調子だ。どうも。いらっしゃい。そろそろ来る頃だと思ってたよ。もっと強い妖怪と友達になりたいんだろ。また妖怪ウォッチを強化してくれる？あ、その妖怪ウォッチはまだまだ強化できるからな。まあ材料は揃ってるし、いつでも強化してやれるんだが、
その前にちょっとお使いを頼まれてくれるか。材料揃ってるんなら早くしろよ。ははん、またまた勝負下着を銭湯に忘れちゃったんですね。もうおじいさんは本当におっちょこちょいなんだから。違う、そんなにボケてないわ。お前さんの力を試したいんだよ。力を試す。そうさ、強化した妖怪ウォッチを本当に使いこなせるか確かめたいんだ。使いこなせないのに強化しても強い妖怪に襲われちまうだけだからな。まあ試験みたいなもんだな。なるほど、そういうことですか。それで何をすればよいんでしょう。そうだ、試験といっても今から言う妖怪たちを倒してくるってだけさ。倒してほしい妖怪は桜中央シティにいる3匹。まずは学習塾の横から入れる塾への近道にいる電波小僧。あ、私がレベル上げで使ってもうすでに仲間にしているやつね。そしてのんべい通りの裏側にある雪女の裏道にいる疑心暗鬼。あ、こっちか。最後にゲームセンターの南にある運搬通路にいるガキだ。そいつらを全部倒したらわしのところにもう一度来な。その時はすぐに妖怪ウォッチを強化してやろう。なるほど、なかなか大変そうですがきっと大丈夫です。さあ、その3匹の妖怪を早く倒しに行きましょう。ウィス。 C ランクへの挑戦発生。場所はわかるのか。マップで表示されて、あ、一応矢印が出とるけんその方向に行けば大丈夫な感じかな。どれが塾よ。わからなすぎる。でもとりあえずあの裏道ってことよね。スナック雪女、スナック雪女の裏、ここや。よし、あ、違う違う違う。スナックの中入ってきた。そうじゃなくって君ね、隠れてる。お前なんだか怪しいな。俺に邪魔をするならお前を疑い深い嫌なやつにするぞ。何それ。何それ。よし、はい、寒がりで行きましょう。ガー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 。え、もしかしてまだか。まだ大丈夫か。いけい。え、まだやっつけてなかった。あ、やっつけた。イエーイ、勝利。とりあえずこれで一つ目クリア。よし、で、あと二つか。あとの二つは一体どこなの。あとの二つもああいう感じの横道かな。塾ってなんかどっかにあったような気がするんだけども、だけども、あ、待って、こっち違うとこ行くね。ん、どこですか、塾への近道。長花か。この辺なんじゃない。え、違った、ちょい待って、え、これまた違う方に入っていくの。どこか横道入っていけそうなところはないのか。ちょっと待って、上がらせて。この辺は、あ、なんか身代わり人形。しかし身代わり人形は入りきらぬ。こっち側は違うよね。どこですか。ファッションセンター元村。元村、なんかこの、違うな、横道とかないな別に。あ、でもここ学生通りって書いてるけんこの辺りなんじゃない。ここ入れたりとかしない。全然しなかった。駅前広場になってしまった。学生通り関係なかったんかな。こっちはオフィス街、絶対違うやん。英会話教室、この入れんかった。全然入れんわ、違う。こっちは、お、あ、塾への近道や。塾への近道っていう場所の名前なんよねこれ。カップラーメンを手に入れた。上、こいつか。その前に、あ、ちっちゃい、かわいいサンドイッチを手に入れた。よし、
テンポをパクパク、おいしいな。なんだお前らは。オイラの楽しみを邪魔するなら、こっから出て行ってもらうぞ。かわいい。電波小僧3体。よし、行くぜ。サボり上手。ちょっと一瞬サボんなよって思ったけど、回復か、それなら仕方ない。よし、計100列に行くよ。いい感じ。あと1匹いけるんじゃない？お、オッケー。勝利。お、いいね。マガッパレベルアップ。ほんで、あと1体はどこ？塾への近道と、スナック雪女の裏と、あとは運搬通路にいるガキ。何運搬通路ってどこ？どこよ。でも運搬通路、工事現場の近くとかそういうことではないんかな。てかさっきんとこみたいになんか裏道に入れるところ、なんか分かりやすくなっとったりとかしないんすか？あ、雪女と結構近かったんやね。運搬、いやこっちの方ではないか。運搬通路、工事現場の近くなかったな。え、どこだよ。あれか、こういうなんかお店がいっぱい集まっとるところの商品搬入口ってこと？運搬、このさっきと同じとこやないか。ってことはまあきっと違う。じゃあこっち側は？あ、ここは？え、ここももしかして、なるほど、塾ここや。ほら、春恋学習塾、向こう側から入るってことやね。え、ない。何今の。あ、習得空手講座を手に入れた。なんか多分そういう店のっていうことではないのかと思うんだけど。ガードのすすめを手に入れた。なんとかのすすめめっちゃ多い。このあ、こ、全然違った。裏道とかでもなかった。ここは関係ないね。どこなんすか。運搬、運搬口？運搬道路？道路じゃないか。何どこ？あ、なんかあっこじゃない？あっこなんか入れるところある。この、ここじゃなくって、こっち側、こっち側。あ、ここ、ここ。これは？駐車場？あ、運搬通路。ここや。おったおった。なんだよ、お前らは。さては、俺を退治しに来たんだな。俺様が本気を出せば、お前らなんかひとひねりだぜ。さあ、それはどうでしょう。さあ、これで、全部クリアってことやろう。よし。行くぜ、行くぜ、行くぜ。それをやっつけたらもう、私は C ランクにアップ。やっとこさ。いけー。メガタキ落とし。よし。そして、お、あっという間。勝利。よきよき。はい、それじゃあ、そこになんかアイテムが。これで試験の妖怪には全部勝ちました。調子論天使さんのところに戻りましょう。待ってね。よいしょ。習得空手講座を手に入れた。またしてるか。どうも。よしよし。すべての妖怪を倒してきたみたいだな。合格だ。あっという間。お前の妖怪ウォッチを強化してやろう。やったね。お願いします。よっ、ここをこうして。よし、できたぞ。これでワンランク上の妖怪たちが見えるようになったはずだ。妖怪ウォッチのランクが C ランクになった。やりましたね。これでさらにいろいろな妖怪友達になれますよ。だけどお前たち、気をつけるんだぞ。ランクの高い妖怪はそれだけ強いってことだからな。まあそりゃね。 C ランクへの挑戦バッチリ解決。
さあこれで工事現場のところを開けるってことやね。でも工事現場のおじさんたちはあんなの開かんでも入れとるやん。ずるくない？どうやって入ってんだ。ボーナスチャンス。よっ。おっ。イエーイ。あったりー。さよなら天使ちゃんを手に入れた。なんなんさよなら天使ちゃんって漫画。そこがもうよくわからないんだけども。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあこれでやっとストーリーが進むのね。よし。